もう皆さん今晩はね、ただこの動画で、このハイの収録キーの大物のギミックを紹介します。ボスのギミックです。で、この案の通り、こんな、雑魚みたいなチームを編成したみんながあると思うからなので、このチームの火力は低いの、このチームよりの火力は低いのは無理かな。だからこのチームは、いいデモンストレーションとしてみんなを見せる、大物のギミックで、国民に対してはね、情報がない。でもまあ、ギミックの動画なので、そんなことも必要ないと思う。で、ヒーローはアンはすごく悪いヒーローなので、他のヒーローがあれば、もしくは、悲鳴の中で誰かのハメをアシストを借りなら、それでもいい。で、それでは行きましょうか。で、まずはこれ。ボスはコーが出る前に無敵なので、ゆっくりと召喚をして、で、まずはね、早めにコー破壊は、自分の判断。もし4突のデイリー、4突のシャドウがあれば、で、それを早めにコー破壊してもいい。それとも初のギミックの登場で、そのまだ全部出ないの時で、アニメーションがまだあるので、その時でコー破壊するならそれでもいい。俺はな、コー破壊無理今はね。だから2分30秒くらいでコー破壊する。で、まずはタンクに、あ、ごめん、配置に対してはね、こんな感じ。タンク一人でこのまま真ん中、ボスの真ん中。なぜここではないとはな、後でわかる。で、できればみんながバラバラに。次はね、この見えない範囲だけど、ノックスは今、この緑みたいな、毒みたいな印がある。で、ダメージが多いので、もしテンが死にそうなら、ヒーローがお願いします。なんとか。で、ここで、まず大物のギミック発。ここで、もしコー破壊するなら、ギミックをスキップする。2回来るので、2回目はスキップできない。まあ、このギミックは何だな。まずは、1人のキャラに火のリングをつける。で、そのリングが、次の氷のリングと一緒に十字の範囲で一緒に立つならクリアできる。で、ここは、アンがまず一つのヒーローが、まずのヒーローが、ごめん、まずのカラーがこの火のリングで、どう勝利するなのか、2種類がある。まずは、その一つ目のカラーが動くとか、それとも2つ目のキャラを動くかな。もし氷のリンは今から月代行とラビリンスのどちらにつけるなら、この2つが動く。それだけで、リンの中では全てのマスはハニー攻撃のドットが来るので注意してください。で、次は、あ、これならアンを動く。ここでクリアする。で、他のみんなは巻き込まないように。で、月代行の高破壊ができるので、月代行を高破壊する。で、こんなに遅いの高破壊もノックスのためにある。ノックスは必殺、もうすぐアップするから。利用して。で、ボスはもう一回、その毒マークの印を振る。あ、まずは氷と火。そして、そうならば、こうやってスローモーになる。あ、月か。あ、月代行。月代行が、このリンゴあるなら月代行が動く。で、次は誰かな？ヘカテなので、ここで。
クエスで、これで最後のギミックはただタンクにまたその毒印をもし痛いなら他のコンピットに交代でもいい。そこでこのボスはな、またこう出るけどこう破壊はやめなさい、1分30秒くらいで大きな竜巻が来る。その竜巻は全体の攻撃なので、もし当たったら多分全滅で、そのギミックを回避するためにその時でこう破壊で、次はこの虫が出る時は、この虫はね死ぬ時はな、9マス以内のデバフがあるので局長に任せます、何もしないで。この虫のスポン時点はねここなので、もしタンがここにあるならこの虫は無視するだじゃね。でここでこうもあるけどこう破壊しない。次はこの地震という、地震みたいな攻撃が来る。でもし痛いが死にたいな。で、この絵はデバフの範囲なので回避してください。で、まだまだ攻撃する。そして、これがアニメーション、あの竜巻のアニメーション。で、このくらいの時で、こう破壊する。ご覧の通り、この高破壊フェーズは短くで、最初の高破壊の後はどんどん短くなので、高破壊の時の火力はもし大きくないならそれでも大丈夫、短すぎて。で、また地震。ここでノックスは必殺あるけど、まずは利用しない、理由がある。ここでボスは回る。回るの後はな、コアが出る。でもコア破壊しない。なぜなら、また虫が出るけど、今回の虫は一つずつ勝利すると、死ぬとき、一つのマス以内の、小さな水だまりが残る。コンピットがその水の中で立つと、自分のダメージが上がるなので、であつまり、ここから出る、まずは一つ目の虫で死んだ後で二つ目が出る。時間がかかるので、自分のチーム編成によってどのくらいの DPS 何名がいるか、何匹の虫を殺す。でつまりここはね、もしルビアレイレイとノスと月雷光が DPS なら3人の DPS がいる。3人なら3匹の虫を倒す。で、その時はな、ノスも全、あ、いや、範囲攻撃あるので、ここでノスは、自分の必殺を利用する。で、注意点は、コアが出るので、そのコアを破壊しない。出ないとコアを破壊するなら、虫はもう出ない。で、ここで、で、ノックスはここに、血大根はここに。で、みんなでここで虫をほら、虫を全部殺す。で、今は見えないけど、今は水溜りがここで。で、もう一つの、で、最後のはここで。で、このマスのあたりで出るので、こうやってみんなが水溜りにいる。ダメージが上がる。で、今回はね、ちょっとダメな点はな。あ、ちょっとまずい。俺はちょっとミスした。本来なら3匹目の出るときはヘカテが、
こう破壊とその3匹目のもダメージするで、ここで水たまりで、まあもう身下なので大丈夫。あ、その後はね、その角が出る、出るの時間はその高破壊の後でも、ここでそこを拾わないと必然、拾わないでください。今はな、まだその時間ではない、その時ではない。ここはね、月雷光とラビリンスはできればマックスの、スタツを保る。あら、ちょっとミスした。で、大きいのアニメーションが出るときはな、ボスは必ず効果出る。まだまだここで2つの爪をほら、ポン、そうするなら効果出る。同じ時にこの黒い範囲が水たまりが出る。そしてまあもちろん立つ、このまま立つと死ぬなので、もしコンビクトがそこにいるなら移動してください。必ずこのオレンジみたいな水たまりがダメージのブーストの水が出ないので、一緒に出ないので大丈夫。で、ここで一人がまず角の上を立つ。なぜなら今回の角拾いは長い、マジで長い。その効果出る前に、もしそのアニメーションが見たらそこで立つなら、効果破壊のあとすぐ角がボスに戻る。そして長い効果破壊フェイスが始まる。そうだね、遅い。あ、ミスした。まあいいでしょう。ここはね、もし移動ポイントが残るなら、月雷光が2つの必殺をくらいの保つ、1必殺の半分くらいで保つだと、こうやってダメージも上がるけど、まあミスが多いのでそのままでいこう。まあこれで全部、もし助かるならそれでいい。このチームのダメージは400万くらいかな、ここで。だから心配しないで、この必ず400万の上と思う、みんなのチーム編成によってはな。まあこれはただ3型なので、まだ5型ではない。5型の時は多分もう一度攻略解説動画をちゃんと出る。まあ今はドラゴンズドッグマ2を夢中なので、時間があれば、もしくは土曜日か日曜日で出ると思うけど、今回俺の悲鳴も、そんなに早くはない。今はまだご覧の通りレベル18なので、18の以降は4型、まだ4型にたどり着いてない。だからあと1日か2日か5型までたどり着く。その時でもしできれば、ちゃんとこのチーム編成と同じく解説動画を出る。ではまた次の動画まで。